おはようございます。4月7日第287回ココナカイキングラジオになります。今日はね、やっと家からの、撮影になります。今日は朝結構ね、水替え、昨日の夜と今日の朝でだいぶ水替えしてね、ちょっと危ねえなってところもあったんですけど、まあまあとりあえずどうにか大丈夫でした。搭載のね、ちょっと大きくなってきたやつとね、大きくなってプラスあとは2軍かなっていうのをちょっと分けました。まあ、それでも1軍に残したやつだけでこれだけいるんでね、まあここからまたちょっと弾いたりしていくことは思うんですけど、結構ここにいるやつはねいいやつが、まあ、でちっちゃいやつを何匹かちょっと下から上げてきたんで、こいつらがちょっと食い込ませれればね、ちょっとちっちゃいままだったんで、でかくしてきたらいいなと思います。面白そうなやつもいるんでね。なんでここにいるやつは結構墨が強いのばっかりで、今ちょっと水がね変えたばっかで濁ってたりとか、あと逆光なんで見づらいですけど、面白そうな魚ばかりです。で向こう側はね、白っぽかったやつとか、あと赤いやつはでかすぎるんで、まあ、どの道こっちじゃ無理だなと思ったんで、あいつはちょっと一軍として残したかったんですけど、一番でかいんでね、餌を一人で食いまくってしまうということになると思うので、こっちの魚にたくさん餌食わしたいので、あっちではあっちでいっぱい餌食わして、こっちはこっちでまた餌いっぱい食わしてでね、でかくしていこうと思っています。そう、なんかね面白い感じで、なんかこいつちょっと目がおかしいんですよね。なんか出っ張ってるんですよね。なんか変な魚が出てきたりしますね。まあ、これがデメなのか、ただちょっと危険でおかしいだけなのかわかんないですけど、まあ育ててみてね、どういう風になるかっていう感じです。で昨日ちょっと日蔵さんとねいろいろ話して、まあ餌あげるとすごい粘膜出るよねって話です。でトヨセリンっていうね菌がその粘膜を出すのによくて、でなんだアショウ酸を出さないとか、なんかそんなような話をしてたんですけど、水を汚しにくい成分を使った菌なんだよねって話をしてました。なので、まあ、京林さんとねちょっとまたそのスタイル、やっぱり薬品メーカーだからっていうところで、そういうね餌を作っていってるんですよねって話をしてて、なのでまあ春時期、まあ、うちは結構いい感じでクリアできたし、まあ、ちょうどその餌をたまたま使う機会があったんでってことですけどね。時期的な問題とかね、いろいろ考えながら、まあ、あとは配合してあげるとか、いろいろやってみるといいんじゃないかなっていうふうに考えます。単一食よりね、まあ、やっぱり自分で好みのブレンドをした方が、まあ、色揚げも含めて、色揚げもね色揚げ入ってる餌っていうのもあるとは思うんですけど、そこプラス、まあ、さらにちょっと強い色揚げだったり、まあ、いろいろ補うような感じでね、いろいろ揚げてみてます。うちも今2種類3種類ぐらいを混ぜながらちょっとずつやってますね。まあ、メディゴールドね、この時期もうちょっと冷えたり暖かかったりするんで、まあ、温室なんで、ね、そこまで差はないと思うんですけど、若干やっぱりちょっと寒い日はね冷えるし、暑い日はね暑くなるっていう感じなんで、まあ様子を見ながら出てます。まあ、鎮火しか打ちないんで、本当は浮上でやりたいんですけどね、浮上だと見えるからいいよねっていうところで、で今サキヒカリの色揚げをメインにして、でサキヒカリの育成がね今あるんですけど、開けるのはめんどくさくてまだ開けてないだけなんで、本来はそっちにしながら色揚げと併用してやっていきたいですね。で、まあ、色揚げをちょっとやったことによって魚の色揚げがねちょっとずつできてきてるのかなっていうふうな感じがなってます。また一群は赤くなってきましたね。また前回末期菌になるまでやったんですけど、末期菌までは行ってないんで、まだ上がってる途中なんでしょうね。まあ、もっと上がるとは思いますので、色上げを、徐々に上げながら色を上げていって、まあ、抜くタイミングとか使いながら黄ばみ具合ね、体の側線のあたりがすごい黄色くなったんで、まあ、そこまで黄色くなっちゃったかっていう感じだったんで、一回ちょっと抜いたら完全に消えたんですけどね。ただやっぱり室内なんで光量がね、植物育成ライトだけじゃ弱いのか、なかなか綺麗に上がらないという感じなんで、まあ、ちょっといろいろやっていきたいです。あと今日は土浦さんにおそらく顔を出すと思います。
まあ、一応行きますっていうふうにもうちょっと話をねしてしまっているので、まあ、ほぼ 100% の確率で行くんじゃないかなと思ってるんですけどね。昨日がどんな入荷したのか、あと速報で出した魚たちがまあ残ってるのかちょっとわからないんですけど、まあ、せっかく行くんでね、そういうの動画撮ってこれたらいいなと思います。まあ、夕方か昼なのかちょっと今どうしようか考え中なんですけど、まあ、うまいタイミングでね行きたいなっていうふうには思ってます。まあ、ちょっといろいろまた今回もねいろんな餌屋さんの話を聞くことができて、でプラスあとエバリスさんとかね、あとジェックスさんの底面ブラック水槽60スリムでね、それ以上になっちゃうとやっぱりちょっと水量とかの問題で下側の塩ビ板じゃちょっときついんだよねって話をしてたんで、ただまあ真っ黒でやると今大磯でこの水槽やってるんですけど、やっぱ大磯だと色が抜けるというか、まあ、ちょっとやっぱり真っ黒の感じにはならないですよね。でこっちにやるとすごい黒くなるんで、こことここで全然色が違うんですよね。ただまあ炭のね、もともと持ってる炭のあれがあるんで、色自体は全然残ってるんですけど、飛ぶんじゃなくて薄くなるというか、まあそこはもうしょうがないですよね。普通に魚っていう生き物のね特性上、周りのね色にちょっと馴染んだりするんで、だ黒い色はね白いところに行けば薄くなるし、黒いところにいれば黒くなるっていう、まあこれは自然のねもともと持っている魚がね空から見えにくくするための、逆に言うとねキャリコとか紅白柄のやつはね、まあ、本当に突然変異なんで、だ黒い色っていうのは、まあ、でもそれも若干落ちたりとかね、だか黒いところにいるとやっぱりそのアサギが上がるっていうし、透明でやってるとアサギが飛んで炭も飛んじゃって真っ白になるよねっていうようなことを言う人もいたりするんで、まあ、あとは系統とかにもよるとは思うんですけどね、まあ、そんな感じのことがあるんで、まあ、底面ブラック水槽ちょっといいんじゃないかなっていう。でうちも底面ブラックでね稚魚をやってますけど、やっぱ稚魚の炭がめちゃめちゃ上がってるんですよね。であとは光量をちょっと強めになるように、うちはね日の光は当たってるんです。他の水槽はやってないんですけど、あそこだけは蛍光灯つけてねずっと、光が当たるようにして、でまあ紫外線灯ですね、まあ、それで焼けてるのか効果があるのか正直わかんないですけど、もともとのその炭が出るね系統なんでね、たまたまその系統だから炭が真っ黒になってるだけっていう話もあるんですけど、まあ、ちょっとまあそこは見えないんですけど、まあ、やっといて損はないかなっていうふうに思ってます。で蛍光灯カバーがね爬虫類屋さんからおそらく出る予定だって話を聞いて、ちょっとねなんだっけな、どんぐらいだっけな、秋口に出るやつじゃなくて、その後にもう一回ね普通の蛍光灯のやつをね出すってことだったんで、それがね主流になってくれたらありがたいなと思っています。でやっぱりうちの蛍光灯で人気がすごい高くて、うん、それをねどんどん使っていってもらえたらいいんじゃないかなと考えておりますんで、それが発売されたらそれはそれで紹介させてもらいます。という感じで、まあ、いろんなね器具があったりなんだりって感じなんですけど、まあ、いいものはやっぱりいいしね、使い勝手がいいものは使い勝手がいいし、だそういうのをねどう使ったらいいかっていうのをね発信しながら、まあ、あとは僕はそのメーカーさんから話を聞きやすい立場にいるんでね、結構詳しくいろいろ聞いて、でこういうふうにやってるよ、ああいうふうにやってるよっていうところですね。なのでまあこんな感じで面白くいろいろ見させていただいてるんで、またいろいろね情報を発信していきますんで、ぜひこれからもよろしくお願いします。あとそうキイチさんのところでねなんか小学校の子かな、なんか見てますって言ってくれたみたいで、ありがたい話で魚も買ってってくれたみたいなんでね、ほんといろんな人が見てくれてありがたいです。なんでまあここでねまあ、やっぱ僕はその YouTube 発信してるんで、 YouTube でね見てもらうのがメインだなと思ってるんで、基本的には YouTube で質問も答えるしっていうのを、ね、続けていこうと思っています。でやっぱり見てくれてる人にね得になるようにしたいんで、そうあとはまあその会に入ってる人はね、もちろん僕よりもすごい
会長副会長がいますんでね、そこに質問すれば聞けるっていうんで、会に入るメリットもすごいあると思います。なんでやっぱ情報っていうのはね、集めるのって結構大変なんですよね。僕自身もそのまあ YouTube でみんなが見てくれてるっていうメリットね、あとはお客さんとか、まあ自分自身もね、そうすると金魚業界の人たちとね仲良くさせてもらうね、メリットが出てきたりいろいろあるんだ。だから僕は YouTube やってるんで、で、ね、会の人っていうのはやっぱりみんなで盛り上げていこうっていうんで、それはそれで会の人にね、いろんな魚を知ってもらって、こういう風にやるんだよっていうのをやって、ね、いいものを作って競い合ってね、向上していこうっていう、まあこれもすごいメリットがあるんですよね。なので基本的にはそのお互いにメリットがねないとやっぱり難しい問題だと思うんですよ。僕は YouTube やればね、会社に一応収益が入るしね、僕自身もなんていうんですか、まあ、やっぱり金魚屋さんとかでね、紹介してくれてありがとうねって、まあ、あとはいい情報が入るので一番最初にちょっと抜いてしまうというか、まあ自分が言ってるから一番最初に抜けるんですけど、まあ抜くのはあんま怒られるんで、あんまやらないようにはしてるんですけどね。なんで本当やっぱりそういう感じなんで、だから YouTube をね見てください。それが一番分かりやすいというか、いろいろな情報を発信しまくってるん でその中でちょっとね自身で考えて自身のやり方に合わせて、ね、うまいことやっていくと。で僕が言ってるのはね正しいかって、僕はこの環境でやっていてこういうふうにどうにかできてるよってだけであって、でそれはまあいろんな人に言えることで、 100% の環境で飼育できてる人っていうのは多分ほぼほぼいないんですよね。ただ自分が 100% の環境だったって勘違いしている人たちはいっぱいいると思うんですけど、だからその 100% じゃない状況でどう かっていくかっていう感じですよね。あそこをちょっと考えながらねやっていかないといけないんじゃないかなっていうふうに、思っています。ということでね、なかなかまあいろいろあるんですけど、まあ僕はこんな感じでやってますんでね、まあ YouTube を見てもらえればわかりやすいかな、だと思います。そんな感じで今日はね、まあ、土浦さんの動画が多分夕方に上がるんじゃないかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。